皆さんこんにちは、プロレスアカデミアの吉村です。飯沼です、はい、さあ今回なんですけど、はい、ゼロからマーチに受かりたい受験生がこの夏に必ずやるべき勉強3選ってことで、甘い蜜ですね。はい、まあ、これよくあるやつなんですけど、はい、半年あるからいけんじゃないかなって、はいはいはい、あの、まあ、よく思う人もいるし、これ見てる方実際そう思ってる人も多いと思うんですけど、はいはい、多いですね。そうは言っても今からだったらどうやったら間に合うのみたいな、うん、そういうところの疑問めっちゃ多いんで、まあ、今回特に、はい、まあ、夏から受かる可能性がまだ高い文系の方ですね、はい、ちょっと理系の方一旦置いときます、はい、今回に関しては、はい、文系の方に絞って、はい、かつ、まあ、超シンプルな、まあ、戦略だったりとかも含めてお話ししていくので、はい、今回それを3つ紹介していきます。はい、行きましょう。はい、ではまず1つ目ですね、はい、が3科目まんべんなくやらないです。やらない、ね、はい、本当は3科目やりたいところなんですけど、うんうんうん、もう夏からで時間がないんで、はい、僕が推奨する方法で言うと、基本的にはもう英語に超特化してください、はい、で、はい、できたらまあ社会科目、うんうんうん、ちょっと、まあ、特に日本史世界史の方とかは手をつけた方がいいかなっていう感じになってます、うん、はいはい、でも理由としては単純明快で、この時期から3教科はもうきついですね、はい、まんべんなきゃのきついんで、もういった国語はもう起きます、はい、起きますは、はいはい、で英語に特化して、で割合で言うとまあ英語が8割で、はい、まあ、社会2割ぐらいとかですかね、うんうん、なんなら9-1とかでも最初はいいかもしれないですね、うんうんはい。じゃあこれ英語どれぐらいまで到達したらいいんですか、この8割をやったとして、8割英語に費やしたとして、はい、うん、そうですね、基本的にまあ夏終わりとか、うん、多分9月の頭とかに、うん、まあ、あのベネッセとか真剣模試とかがあると思うんで、はい、そこで7割ぐらいとか、はい、なるほど、取れるとよくて、あとは共通テストの過去問とかもし解く機会だったら、うん、そこで7割ぐらいとか解けてればいいんじゃないかなと思います。まあその寸大とか可愛いとかとは言わないので、はい、うんうんうん、真剣模試の7割取るぐらいに英語8割でやりましょうと、はい、うん、はい、でも一応他の科目は正直多分6割ぐらい7取れていればまだまだまあなんとか間に合うチャンスあるかなって感じなんで、うんうん、まあ、社会はね後からでもなんとかってなりますからね、うん。はい、で2つ目ですね、はいはい、これ基礎を、まあ、鬼周回って書いてあるんですけど、はい、めちゃくちゃ周回するって話なんですよ、はい、基本的にその、まあ、基礎固めって、まあ、単語と文法と、まあ、と英語だったら解釈ですね、うん、ここら辺多分しっかりやらないと、まずそのいわゆる長文だったりとか、はい、申し出の問題解けないんですよ、そもそも、うん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 、とか何なら苦手も分かんないしとか、はい、結局何の対策もできないんで、まずはゼロからの人とかだったら本当に中学範囲ぐらいから、はい、なんか英単語やったり英文法やったりとかで、はい、まあ、3週ぐらいとかはできるといいかなっていうふうに思ってます。もう当たり前にするって感じだね。そうですよね、もうその知識はもう完全に入ってるまでですね、はい、入ってる、まあ、だから人に説明できなくてもいいので、はい、いやこれはこうだからっていうぐらいにまでもう入れ込むってことね、はい、そう入れ込むってことですね、はい、はい、はっきり今から言うともう長文はもう夏以降でいいです、今回の場合は、はい、もう仕方ない、はい、仕方ないです、まあ、本当は夏前までにやりたいんですけど、うんうん、今回の場合は捨てて、逆にその単語文法解釈をちゃんと固められると、はい、長文の練習してないけどなんとなく意味わかるみたいなところまで到達できるんで、うん、長文やらないっていう風な選択肢を取ってください、はいはいはい、でまあ、特に基礎をなんでこんなにやりまくるのっていうと、うん、まあ、そのマーチレベルの問題で基本的に 6,7 割ぐらいって多分基礎レベルで出てくるんですけど、うんうん、はい、で合格最低点も多分大体6割前後なんですよ。ってなってくるとやっぱり基礎をちゃんと固めきれれば、うん、それだけで合格可能性グッと上がるので、うん、上がりますね、まあ、なんでその変に応用とか長文とか手出さずにまず基礎を徹底的に固めましょうっていうことですね、うん、文法できてない人が長文やるとほんまに意味がないというか、そうですね、うん、中学生の時に習った古文みたいになるわけですよ。その文法を習ってない状態で読まされるやん、うん、中学校の古文って、うんうん、そうですね、でなんか雰囲気で読むのみたいな感じになっちゃって全然生きてこないんで、うんうん、この単語文法解釈、まあ、解釈まで固めれたらいいですけど、そうですね、文法はもう最低限です、ね、そこまでいってほしいですね。はい、で3つ目ですね、最後、はい、で最後がやる参考書は数冊に絞って、はい、でそれを必ず複数回やりきるですね、はい、これ2つ目ともちょっと被ってるんですけど、うん、あれもこれもとかってやりがちなんですけど、うん、あえてもう絞っちゃった方がいいんですよね、はい、今回に限って特に、はい、まあ、単語帳だったらそれこそまあ2冊やればいいんじゃないですかね、まあ、そうですね、最近のマーチだったらまあ1冊でターゲットだけだとかっていうのも厳しくなってはきてるので、うん、上級編の英単語帳はさすがにマーチだといらないと思うので、はい、まあ、単語帳熟語帳ぐらいですかね、うん、の1冊1冊を完璧にするってとこですね、はいはい、まあ、文法とかも2、3冊とか、まあ、解釈も正直1冊、まあ、解釈はまあ1冊やりきれればいいでしょう、うん、重いので、うん、文法に関してで言うともうシリーズ化されてるものを選ぶのが、マーチレベルの、ね、受験生の人たちはいいと思います、うん、あんまりその工夫してなんかレベル2に行くときはこの参考書に書いた方がこれがいいとかっていう
なんかちょっとそういうトリッキーなことをしなくてもいい入試なので、そうですね、レベル1のやつからやって、はい、できてるなってなったらレベル2でやって、うん、でちょうど本当マーチレベルって書かれているやつの、ね、まあ、うんうん、ワンランク下ぐらいまで夏で終わればまあまあいいでしょうし、う、ね、ただまあ文法で言うとマーチレベルまで夏の間に行けると結構強いなって感じですね、うんうん、はい、なんでまあポラリスの 1,2 とかの、普通の方やってで黒い方やるっていうのをやりきれたら十分だとは思います。解釈はおすすめで言うと、まあ、解釈やる前に藤井先生の読解のための英文法を挟めたらベストですけど、はいはいはい、挟めない場合はまあ解釈入門でいいので、入門ですね、はい、入門英文解釈の技術でいいのでやりきってほしいなと思います、うん、夏休みになる前にこの必要な参考書ピックアップとそれを何週やるっていうのをやれば、だいたいまあ、ちゃんと計算すれば一冊で何時間ぐらいかかってとかって分かるんで、それを自分が使える夏休みの総勉強時間の中の何割当てるかみたいなのもちゃんと計算してやってもらうのがいいんじゃないかなと思います。今回のこの3つの勉強で一番大事なことっていうのが、まあ、このゼロからっていうのが、はい、ゼロから、ね、特に で今まで、まあ、多分散々サボってきちゃったと思うんですよ、はいはい、勉強習慣がそもそも身についてないんで、うんうんうん、なんかあれやろうこれやろうとかって考える前にまずそのやりきらないと上がんないんですね、うんうんうん、根本的に、はい、そうですね、はい、法律のみんな求めがちだったりもするんで、うんうんうん、どの参考書がいいですかとかって聞いてくれるんですけど、うんうん、まずどのサイトでもいいんですけど、はい、まあ、おすすめのやつを1冊買って、はい、それちゃんとやりきるって、はい、これやるだけで全然成績も上がりますし基礎も固められるんで、はい、まあ、あえて絞ってまず勉強をやりきるっていうところを、ね、うん、意識してやってみてください。私立なので教科が多いわけじゃないんでいろんなこと考えなくて済むと思うんですよ。なので本当にね、もうゼロからもう参考書のタイトルみたいになってますけど、はい、ゼロからやりたい人は教育の話を、まあ、参考にして、まあ、とりあえずまあシンプルにして周回するで英語に特化するって話なんですけど、うん、試してみてもらえたら夏休み明けに結構戦えてるなってなるんじゃないかなと、ね、なるかもしれないですね、思います。はい、はい、また概要欄に URL が載っておりますポラリスアカデミアの公式 LINE では11個の豪華特典を無料でプレゼントしております。中でもうちのプロ講師との1対1での Zoom での無料受験相談というものがありまして、そちら皆さんご利用いただいておりますので、受験に関するお悩みがある方はぜひそちらの相談を活用してみてください、はい、その際にプラリスアカデミアの指導内容についてもご希望であれば説明させていただきます。資料請求に関してはホームページの方から受け付けておりますので概要欄に貼っております公式ホームページの方からチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。